歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のブログを更新。この日、海老蔵さんは来週結婚式に出席するので美容院へと記し、長女麗華ちゃんと長男勸玄くんが美容院でカットする様子を公開した。続いて、二人とも結婚式に出席するのは初めてですと締めくくっていた。この投稿にファンからは、良い結婚式になることを祈っています。麗華ちゃん、カンカン、初めて結婚式に出席ですか？良いですね。どんな洋服で出席か、ブログ楽しみにしてます。3人で結婚式に出席されるのですか？それは新郎新婦の方は嬉しく思っていらっしゃいますね。と、たくさんのコメントが寄せられていた。美容院終えてお参りに市川海老蔵。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。